今回は麻婆大根の作り方を紹介します。麻婆豆腐の豆腐を大根に置き換えた料理です。ピリ辛の麻婆餡が大根にしっかりと染み込み、ご飯に合う一品です。それでは作っていきましょう。材料は角切りにした大根 300g、 豚ひき肉 80g、 青ネギ、白ぐねぎ各 5g、 にんにく 5g、 生姜 5g を用意しました。大根を下茹でします。大根は水から茹でていきます。蓋をして沸騰したら火を弱火にして3分くらい茹でます。3分したら蓋を外し、茹で具合を確認します。茹で加減はお好みで、柔らかめが好きならもう少し茹でてください。よければお湯を切り、ざるにあけます。しっかりとお湯を切っておきます。そのまま鍋を温めて加熱します。鍋から煙が出てくるまで温まったら、油を大さじ2くらい入れ、鍋になじませます。豚ひき肉を入れて炒めていきます。お玉を使いながら塊の部分を潰して広げるようにして炒めていきます。ひき肉が油でカリカリになるくらいまで炒めていきます。このように油でパチパチと音がしてくる状態まで炒めます。豆板醤を小さじ1くらい入れて、油となじませるように炒めます。にんにく生姜も入れて炒めます。紹興酒または酒を大さじ1入れます。醤油を大さじ2入れます。醤油を香ばしくなるように炒めます。水を 300cc くらい入れます。下茹でした大根も入れます。ネギを入れます。砂糖を小さじ1入れます。青ネギも入れます。大根に味が染みるようにしばらく煮ます。
分くらい煮たら水溶き片栗粉でとろみをつけます。大さじ1の水溶き片栗粉を鍋を揺すりながら流し入れます。さらに小さじ1の水溶き片栗粉を入れ、しっかりととろみをつけます。最後にごま油を回しかけ香りをつけます。しっかりと加熱して水分を飛ばし仕上げます。皿に盛り付けます。今回は麻婆大根の作り方を紹介しました。さっぱりとした大根でもこれならご飯のおかずとしてぴったりですよ。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いいたします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。